はいどうも、おうちで内見チャンネルです。今回はですね、ブルーライン舞田駅、また舞田かよって感じなんですけど、読めるようになりましたでしょうか。舞田駅の物件を紹介していきたいと思います。また舞田駅に新築物件が出たので、そちらをご紹介させていただきたいんですけど、前回の動画ではこの舞田の駅前っていうのはあまり撮らなかったかなと思いますんで、まあ横にファミマがあって、で薬局があったりして、まあ結構便利な場所なんだよっていうところ、あと先日紹介した横浜屋とかスーパーもありますんで、そっち側にも使うことができるといった物件です。でこの舞田駅からですね、今早送りでお送りしてますが、約3分ですね、歩いていくと着く物件になってます。ここが一方通行になっているので、もしお引っ越しの際とかは気をつけていただきたいとは思うんですが、ここをまっすぐ進んでいくと本当にすぐ着きます。これゆっくり歩いてるんですけど、本当ゆっくり歩いてもだいたい3分ぐらいで着きます。でこれが新築物件で外観になりますね。新築物件なのですごい綺麗な外観になってます。そしてまだ誰も住んでないので、本当早出し先出しの物件になるんですけど、ここは駐輪場になります。はい、そしてエントランスですね、ちょっと中に見えますけど、まあ、ここは物件マキシブ横浜南デュエっていう名前です。で中のこの光が見えると思うんですけど、先に宅配ボックスとあとメールボックスを見ていきたいと思います。まだ新品、出来たてほやほやですね。はい、そしてエントランスというか、まあ、ロビーはこんな感じになってます。なんか上に飾り物というか水飴みたいなのがぶら下がってますね。はい、そしてオートロックはですね、このように、鍵をかざしていただくと開くことができます。はい、そしてここがまあ一応ロビーになるんですかね。はい、で奥に行くとエレベーターがついてます。はい、で今回はですね、一番上の階7階ご紹介していきたいと思います。はい、まず角部屋ですね、704号室になります。はい、じゃあ開けていきましょう。こちらがまず入って内装になりますね。はい、そして反対から見るとこんな感じです。そして左側靴箱ついてて傘立てもあります。なんか奥行きがすごいあるんで、まあ意外と靴は入るかなと思います。はい、そして入ってすぐ右側ですね、こちらが洗濯機置きになってます。まあ、洗濯機置きのサイズは基本は 60cm×60cm なので、まあ、それに収まる5キロや7キロといった、まあ、一人暮らし用の洗濯機を買ってもらうといいのかなと思います。そしてここが冷蔵庫置きになりますね。冷蔵庫置きも、まあ、2ドアのものとかを買わなければしっかり収まるタイプになってます。そして次はキッチンですね。キッチンはガス2口コンロになってます。まあ、今風な感じですね。はい、そしてレンジフードで換気扇もついてます。はい、でこちらが上の収納になります。はい、で下の収納もこんな感じになってます。包丁入れもあります。はい、そしてこれ便利なんですけど、手拭きの、あのかける部分がそもそもついてるっていう物件になってますね。はい、そして次が入って左側になるんですが、給湯器とここが洗面所になりますね。はい、まず独立洗面台からですけど、独立洗面台にふさわしい、まあ、清潔感がある、シンクになってます。はい、そして下に収納があって、あと鏡の裏側にも収納があります。はい、そしてすぐ隣がトイレになってますね。こちらも上側に収納があります。こんな感じです。はい、そして、こちらがお風呂になるんですが、浴室乾燥がついてて、ここも全部新品なので、まあ、お風呂もすごい綺麗かなと思います。はい、鏡の横に、シャンプーなど置くところもあります。はい、そして今度奥の方入っていきましょう。ここがメインのお部屋になるんですけど、こっちはですね、角部屋なんですが、一応 6.5 畳あるタイプになってます。はい、こんな感じです。
ちょっと梁とかがあって真四角ではないんですけど、下を見るとこんな感じです。はい、そして収納ですね、こちらがクローゼットが、折り戸で開くようになってて、でこんな感じで、まあ、たっぷり収納はできるかなと思います。はい、そしてモニター付きインターホンとエアコンで、こちらが室内干しですね、これは簡単に外すことができます。で時計回りに入れるとカチャッとはまるといった感じです。そしてコンセント類ですね、ドアの横に2箇所あるのと、あと反対側バルコニーの手前にもあります。はい、そしてバルコニーですね、景色はこんな感じです。はい、でよく見ると奥の方に先日紹介した、タワマンが見えます。夜は光ります。でこちらが 6.2 畳のタイプのものなんですけど、ちょっと狭いかなぐらいの感じですね。はい、そしてこちらバルコニーになってて、まあ、基本は一緒になりますんで、どっちかのタイプを選んでいただければと思います。そして最後まとめです、こちらの物件がマキシブ横浜南デュエという物件です。横浜市地下鉄ブルーラインから徒歩3分ですね。本当に計測したら3分でした。で、こちらがですね、まだ新築なんですけど、まだ全部は募集してなくて、一応今のところ302号室、502号室、702、703、704といったお部屋を紹介してます。今最初に取った方は7万4000円の管理費が8000円のタイプ A っていう方なんで、 6.5 畳と申しましたけど 6.6 畳ですねの、お部屋になります。で後に紹介したのがこの B タイプっていうお部屋で 6.2 畳になります。まあ、そんなに変わらないかなとは思います。で一応 6.6 畳のタイプの方で、ちょっと下の方で604号室になるんですけども、こちらはですね、今初期費用全額キャッシュバックキャンペーンというのをやってます。初回保証料、事務手数料、24時間サポート、などが、全額キャッシュバックになりますので、一度お支払いいただくんですけど後から返ってくるっていう物件になってます。で、まあ、かかるものがですね、仲介手数料とあと前家賃になってますんで、それだけお支払いいただければ、住めるといった感じです。でこの 6.6 畳の部屋と、604号室っていうのと、あと 6.2 畳の部屋、1部屋ずつしかこのキャッシュバックキャンペーンやってるものはないので、ぜひお早めにお問い合わせいただければと思います。お問い合わせの場合は、概要欄の方からメール、電話、LINE でお問い合わせいただければと思います。本日も1件メールでお問い合わせいただきまして、大変ありがとうございます。まあ、見ていただいてありがとうっていうのと、お問い合わせありがとうございます。はい、そしてまたご意見ご感想ありましたら、ぜひコメントいただければと思います。あとチャンネル登録高評価もどしどし今急激に増えてきてますんで、ぜひぜひやってってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。財前。